こんばんは、バズタイムズです。今日も大江遥さんと一緒にお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1869年3月11日は欧米人が初めてパンダを知ったことを由来して、明日はパンダ発見の日という記念日があるんです。もうパンダはね、もう動物界のアイドルですもんね。確かにライバルですね。そしたら、そうですよ。今日はそんなパンダのようにみんなに知ってほしい新潟のスーパーキッズについての動画です。バースタイム。新発田市の中学2年生阿部奈々さん。小学2年生で相撲を始め、その年のわんぱく相撲で優勝してから、ここまで数々の全国大会で優勝してきました。そして今年元日に行われた女子相撲日本一決定戦。音楽流れてるんだ。流れてませんよ。あれ、これ BGM。 あれ BGM ですか。会場に流れてるんですか。BGM は流れないですね。中学2年生ながら他を寄せ付けない強さを見せ、中学の部で優勝、初代王者に輝きました。大会優勝おめでとうございます。ありがとうございます。優勝決まった時どんな気持ちでしたか。嬉しかった。どんなところで周りの子たちに勝てたと思いますか。推しの強さ。自宅の庭で父大輔さん特製の土俵や大きなタイヤを使ったトレーニングに励んでいる奈々さん。頑張る我が子の姿を見て、なんと今回の大会には母久子さんも出場。27人が出場したお母さんの部で準優勝しました。お母さんの部っていうのがあるんですね。普段練習とかってされてるんですか。全く、すごい2人が泣いたんですよ。普段見れないところが見れて嬉しかったっていう涙。すごいですね。なんか数々の大会で優勝されていて、しかもお母さんまで、なんか感動しちゃいました。ワフワイさんも何かこう、はい、日本一を目指したいみたいな気持ちはあったりするんですか。ここっすね。ここっす。何ですかそれ。数々のステージや収録などで鍛えられた、ここはもう筋肉ムキムキ。筋肉だったんだ。今週の八千代コースター、ゲストはお母さんになって初めてのご出演、ねぎっこの楓さん。特集は松竹芸能のエース南川さんが人気のつぼ焼き芋、さらに韓国スイーツを堪能しています。そしてスポーツチャンバラにも挑戦してきました。熱い戦いに注目です。土曜午前10時25分放送、今週もお楽しみに。今週のガータチューブ、あの超大物 YouTuber はじめ社長がカモシでかくれんぼ企画。街かくれんぼ企画オファーした人がファンとかだったんですか。カモシの知名度上げなきゃっていう使命感でやってくれたんだと信じてます。本当はどうなんですかね斉藤さん。めちゃくちゃガチなファン。そういうことか。そして新潟の高校へ行こうは県立カモ高校へ、お楽しみに。最後にお知らせ動画のコーナーです。 NGT48 の川越さあやです。今日は喫茶ロンドンさんにお邪魔してます。すごいレトロでエモい感じです。ぜひ動画も見てください。大江さん、はい、パンダが本当に好きなものって何だと思いますか。本当に好きなもの、笹を食べてたりとかそういうイメージ。本当に好きなもの、私？パンダも恋する大江遥か。パンダは本来肉食動物なんですけれども、はい、その争いを避けて山岳地帯へ行ったことで、はい、そこにしかない笹とか葉っぱとかを食べるようになったと言われているんですよ。はい、やっぱ私？私こうやってなんかちょっと豆知識とか入れて、はい、ちょっと情報番組っぽくしたいのに、どうしてそれを壊してくるんですか。